リスプ。リスプはプログラミング言語である。全知気法などが特徴である。1958年に初めて設計されたは、現在広範囲に使用されている高水準プログラミング言語の中でもについで2番目に、古い。ただし、と同様に、現在のは初期のものから非常に大きく変化している。これまでに多数の方言が存在してきたが、 今日最も広く知られる方言は、とである。もともとは、アロンゾ・チャーチのラムダ計算表記法に影響を受け、コンピュータープログラムのための実用的かつ数学的な表記法として作られた。そして、すぐに人工知能研究に好まれる、プログラミング言語になった。最初期のプログラミング言語としては、計算機科学にて、機構造、ガベージコレクション、動的片付け、 条件分岐、公開関数、再起、セルフホスティング、コンパイラーを含む多くのアイディアを切り開いた。の名前は、に由来している。リストはの主要なデータ構造であり、ソースコードはそれ自体がリストからできている。その結果、リスププログラムはソースコードをデータとして操作することでき、プログラマーはマクロシステムで新しい構文や埋め込みの新しい DSL を作成できる。 コードとデータの互換性は、2、そのすぐに認識できる公文を与える。すべてのプログラムコードは、S 式、または、入れ子のリストとして書かれる。関数呼び出しまたは、公文は、先頭が関数、または演算子の名前で、その続きが引数であるリストとして書かれる。具体的には、3つの引数を取る関数コディチェ1は、コディチェ2として呼び出される。 は1958年に、ジョン・マッカーシーが、MIT に行った期間に考案された。マッカーシーは1960年に悪夢の学会誌に、という題名の論文、パート2が発表されることはなかったを発表した。この論文において、M、エクスプレッション、メタエクスプレッションと呼ばれる、小数の単純な演算子と関数の表記法で、自分自身を評価するコディチさ関数。 超循環評価器を記述できることが示された。1955年、または1956年から始まった IPL は最初の人工知能言語でリスト処理や再起などの多くの概念をすでに含んでいたが、その後すぐにそういった分野ではが使われるようになった。前述の超循環評価器はリスプ自身で実装されているが、 ひとたび以外の言語で実装すればそれは実際にを解釈実行できるインタプリタとなる。マッカーシーは自分の論文中にある評価器は単なる理論上の存在でそのようにしてインタプリタを実装可能であると考えていなかった。しかしマッカーシーの下で大学院生であったスティーブ・ラッセルは論文を読んだ後機械語でそれを実装してみせマッカーシーを驚かせた。 そうして、インタプリタが生まれた。超循環評価器は、チューリングマシンにおける万能チューリングマシンに相当する。当初プログラムの表現法としていた M 式を自身が扱うデータ構造に変換した S 式は万能チューリングマシンの入力、テープの初期状態として与えられるチューリングマシンの記述に相当する。マッカーシーはやはり、プログラムの S 式による表現は、 コディチェ3を考えるための論文中だけのものと考えており、実際のプログラムを S 式で書くようになるとは考えていなかった。は当初 IBM704 上で実装されたが、その計算機のレジスタを構成する部分の名前が、体を分解する関数コディチェ5、コディチェ6の名前の由来となった。次来、ほとんどのの方言において、カーと CDR はそれぞれリストの最初の要素と、 最初の要素以外を返す関数の名前となっている。その発端からは人工知能研究のコミュニティ、特に PDP-10 システムのユーザーには近しい存在であった。PDP の計算機の設計目標の一つにリスプの実装があり、PDP-6 は当初1ワード24ビットの計算機として、 設計されていたが、リスプ1.5を移植しやすくするために36ビットに変更された。人工知能コミュニティでは、はプログラミング言語の実装用言語としてもいられた。有名な AI システムの実装言語のは、で実装されている。また、1970年代には、で実装されたや、等の数式処理システムの需要が高まるにつれ、高速なの処理系の需要も高まり、 を高速に処理する、いわゆるマシンの動機の一つとなった。マシンは、タグアーアーキテクチャや、ハードウェアスタック等リスプ向けのハードウェア機構により、型のディスパッチや関数呼び出し、ガベージコレクションの高速化を実現した。は実装の容易さゆえに非常に多くの方言を生んだ。マクロを用いれば文法構造をそれ、自体を拡張できるので、ある意味では利用者ごとに方言があるとさえ言ってよい。 1970年代から1980年代にかけては大きく分けて K と K の2つの主流が存在し、後の方言に影響を与えている。1980年代と1990年代には、たくさんの方言を一つの言語に統合しようという努力がなされた。その結果として設計された新しい言語は、基本的にそれらの方言のスーパーセットであり、 それらを置き換えることになった。1994年にはの標準仕様を出版した。しかし、この時までには、前世紀に比べるとの市場は小さくなっていた。一方で1970年代中頃には、ベースでプログラミングに必要な言語機能を極限まで抽象化したが発生し、こちらも現在の主流の一つになっている。は 現在でも広く使われている都市白物の言語の一つであるは式思考の言語である他の多くの言語とは違って式と文は区別されずすべてのコードとデータは式として書き下される式が評価されたときそれは値または値のリストを生成する式は他の式に埋め込めるマッカーシーの1958年の論文では 二つのタイプの表現が導入されている。内部のデータ構造の表現である S 式、記号式と S 式を引数に取り S 式を返す関数を表す外部表現である M 式、メタ式である。マッカーシーは S 式はプログラムの処理対象のデータの表現に使い、プログラムの表現には M 式を使った。S 式によるプログラムの表現は 論文の中のみのものと考えていた。しかし、S 式で表現されたプログラムを評価するエバルが実装され、S 式で表現することでプログラムを、プログラムで操作できるという利点があり、今日ではほとんどすべての言語で、M 式は使用されておらず、プログラムとデータの両方に S 式を使用する。の用いる S 式は、カッコを大量に使用するため、批判を受けることもある。 過剰でイライラさせる、大量のカッコに由来するというジョークもある。しかし、S 式による公文和の能力を生み出してもいる。この公文は極めて正規化されているので、コンピュータによる操作が容易に行える。式への依存が、に優れた柔軟性を与えている。の関数は、それ自身がリストとして書かれており、データと全く同様に扱うことができる。のプログラムは、 他のプログラムを処理するように書くことができる。これはメタプログラミングと呼ばれる。多くの方言はこの機能をマクロシステムで活用しており、言語自身の機能をほとんど際限なく拡張することを可能にしている。でのリストは空白とカッコで区切られた要素で記述される。例えば、はコディチェ7、コディチェ8、コディチェ9の値を要素として持つ一つのリストである。 これらの値は暗黙の型を持つ。これらは二つの整数と一つの文字列であるが、そのように宣言されている必要はない。空のリストコディチェ10はコディチェ11とも書ける。現実の実装では、上記のリストを直接処理系に入力すると、エラーが起きる。これは、上のコディチェ12は正しい式ではないからである。処理系の中で上のリストを表現したい場合は、 クオートを用いて、コディチェ13と書く必要がある。このことを解説するため、ここででの評価ルールについて述べる。すべての式は、全地規法のリストとして書かれる。リストの最初の要素は、フォーム、関数、演算子、マクロ、特殊フォームのいずれかの名前である。リストの残りは引数である。例えば、関数コディチェ14はその引数をリストとして返す。つまり式、 は評価されてリストコディチェ13を返すこのことを念頭に置いて、もう一度最初に挙げた式を振り返ると、という仕組みでにより、エラーが返されたことがわかるだろう。もし引数のどれかが式であれば、それを含む式が評価される前に、それが再帰的に評価される。例えば、は、リストコディチェ16に評価される。つまり、3番目の引数はリストであり、 リストは、ネストできるのである。算術演算も、同様に処理される。式、和重に評価される。この式は、中置け気法では、フォーミュラ1と等価である。特殊形式、は、制御構造など、引数の位置にあるものを、通常のようには評価しないような機能を提供する。例えば、コディチェ17は3つの引数を取り、第1引数の値が真なら、 第2引数に、偽なら、第3引数に評価される。ここで的は、コディチェ11以外、偽とは、コディチェ11のことである。したがって式。はコディチェ20に評価される。コディチェ21は、その第1引数が偶数であるときに、t を、奇数のときに両返す関数である。5は奇数なので、第1引数コディチェ22を評価したコディチェ17。 その第3引数コディチェ24を返す。関数の定義には特殊形式コディチェ25によってのようにして関数を表現する。この例はラムダ計算におけるコディチェ26をで表現したものである。特殊形式コディチェ27で関数を定義すると関数に名前を付けて定義できる。コディチェ27の引数は引数のリストと 関数として評価される式である。1980年代、リスプのサブセットの純粋関数型である純リスプと、その処理系であるが、関数型プログラミングのテストベッド用に、シッコドマシン上で開発された。その仕様としては、遅延評価を評価戦略にとり、歴史カルスコープを採用している。以下の5つの関数と特殊形式、他に、シンボルのコディチェ11と、 コディチェ30などがあれば自分自身を解釈実行できるエバルを実装できる。このことはある意味で万能チューリングマシンと同様のことであると言える。以下にいくつかののコード例を示す。これらは産業界における典型的なコードではないがコンピュータサイエンスのコースで通常を教えられる典型的なコードである。 の構文はそれ自身が再帰的定義に自然に適合している。それゆえ、再帰的に定義された集合を列挙するというような数学の問題をシンプルに表現できる。以下の関数は引数の解乗に評価される。下記は別のやり方であり、末尾再帰になっている。再帰と対照的な概念である反復による、計算の例としての代表的な繰り返し構文であるコディチ39。 マクロを使った例を示す。コディチェ39はマクロであり、これが展開されて、最終的にはプリミティブな構文の組み合わせに翻訳される。以下の関数は引数にリストを取り、そのリストの要素の順番を逆にしたものに評価される、は、実際には、同じことを行うビルトイン関数を普通持っている。以下を含む種のオブジェクト指向あるいはモジュールがの上に、あるいは置して、 あるいは組み込まれて設置されている。は、多重継承と多重ディスパッチ、マルチメソッドの機能を持ち、強力なメソッド結合を持つ。を含めたは、公式に標準化された最初のオブジェクト思考言語である。5、おさむき。